鳥用よりら神社は、大阪府大阪市住吉区庭にある神社。式内社で、旧社格は、府社。現在は、神社本庁に属さない、単立神社。祭神は次の通り。延長5年成立の、演儀式神明町での祭神の記載は4座。演儀式四次祭下の愛かつて祭り場や、臨時祭の愛かつて祭り場、安祖島神祭場、旧神祭場、 明神祭上においても、いずれも四座とする。大山久い神以下は明治四十年の後押与よさみ池跡肥大、小さみ神社の社名、神明の、伊良は、地名を指す。和名称では、摂津国住吉軍に大羅郷、河内国田地比軍に小さみ号が見え、その一体を範囲とする地名であったとされる。そして、大伊良神とは、元来は、この、 よさみの地域神として祀られたものと推測される。このよさみ地域に関して、古く、日本初期主人天皇期、水古天皇期には、よさみ池を作ると見える。このよさみ池は、王権により農地開拓のため築造された、大規模なため池であったが、現在までに消滅している。また、日本初期、仁徳天皇期、皇玉天皇期には、よさみ宮家の記載が、和名称には、 河内国多治被群に三宅里の記載があり、一帯は、与さみ池の築造に伴って三宅も設置されるような重要地であった。その地に鎮座する大より中身も、また朝廷から重要視され、口述のように文献には、朝廷から幾度も方兵を受けたことが記されている。また、与さみ地域では、古代氏族として、小さ氏が居住したことが知られる。 よさみ宮家の経営には、この小さみ氏一族が関与したと見られ、同氏は、大よりら神社の宝塞氏族であったとも推測される。現在の大いら神の人格神とされる伊達豊たかはずらあぎよは、古事記に、よさみの阿弥ふる、唐の外見へ、小さみ氏の思祖に位置づけられる人物である。ただし、新先生史録では、小さみすくねについて、剣豊たかはずらあぎよではなくひこの地の、 公営としており、文献により、移動が見られる。道録では、その他にも神別の小三連、物延べノイラ連や、くだら黒人のソネジメし、山吉野君公営の小三連らの記載が見え、イラを称する氏族には、複数系統があったとされる。県豊かはずらは義ぎ以外の住吉三神に関しては、日本初期、神宮皇后折衝前期において、皇后の畜子出世の折に、 よさみおたるみがつつ男三神を祀る官主に認じられたとする伝承が見え、これに関連付けられている。なお、近世の摂津名所等によれば、かつて祭神は、大名討の命、つくよみ命、水人天皇、五十四宮の四神とされていた。現在に見る主祭神四神が定められた後も、以前の四神は引き続き本殿に廃止されている。創建は不詳。 前述のように、よさみの地域神として祀られたことに始まり、古くは小さみ市によって放災されたと推測される。また、前述のように、よさみ地域では、よさみ宮家の存在が認められており、王権による、この宮家の経営の際に、大寄り羅神社が守護神として機能したとする説もある。古代、新昇格直府省大道元年長によれば、天平神護元年には、 第イラ神に対して、神戸として、摂津国から8個、美前国から10個の、計18個が当てられていた。国史では、上和14年には、第イラ社の社殿収蔵及び感謝指定、天安3年1月には、第イラ神の深海の14位下君発8等への少女、同年9月には、風雨祈願、元行元年には雨雨祈願、元領3年には、 神在保健の記事が記載されている。その後、神海は演技九年に、聖二位まで少女された。延長五年成立の演技式新名庁では、摂津国住吉軍に、第伊良神社四座並名神大月寺書かつて位名目、として、四座が名神大社に列するとともに、朝廷の月次祭、相かつて、祭り、位名目祭りでは平白に預かる旨が記載されている。 また、演技式四次祭下の愛かつて祭り場や、臨時祭の八重等震災場、旧震災場、明神災場においても、平白を受ける神々のうちに、大よりら神の記載が見える。平安時代中期の和名称に見える地名のうちでは、当地は住吉郡大羅郷に否定される。その後も、省略五年には中富の詩人を千名詩とする方兵のことがあり、 肝心元年の宇佐市の発見の際には、大寄りら神社などに、神宝宝見のことがあった。保安元年の、摂津国省税庁案、摂津国訴訟では、大寄りら神社の神戸について、第医ら神戸パチケムリ祖三320束と、記されている。英万元年の、神議館諸写年具注文にも記載が見える。中世、近世中世には、与佐みしの衰退とともに社税が衰え、 シャムは、神宮寺の大政官恩寺別当が担うようになったという。近世の和漢三歳添えでは、伊予サメ大明神は、アヒコ村にあり、別当は、不動院で、祭神は、未生と記されている。住吉松葉大器の記述によれば、当時には社勢の水尾が甚だしい様子が伺え、住吉社の援助で、ようやく存続していたものと推測される。また、万治二年には、 社殿造体のことがあった。近代以降、明治新後、近代社格制度では、当初無格社にでしたが、明治9年2月には豪社に昇格し、明治40年1月には、新鮮兵白領とも新神社に指定された。また明治40年11月には、近隣にあった草津大都市神社、安彦神社、八野太姫神社、山内神社、道祖神社の五社を合祀している。 昭和6年に社格は府社に昇格した。昭和44年9月には火災により万事2年造営の社殿を焼失し、昭和46年に社殿がコンクリート作りで再建されている。境内現在の社殿は昭和44年の火災による焼失に伴う昭和46年の再建による。焼失以前は万事二年の造営による本殿、平殿。 廃殿から構成され、そのうち本殿は流れ作りで、東波府を伏し、屋根は日和田吹きであった。その旧斜殿は、境内北寄りでの南面であったが、再建の際に、境内西寄りでの東表に改められている。また、境内南西隅には、龍神医と称する井戸があり、かつては、境内北側にも、庭医と称する井戸があった。龍神医には、 よさみ池に住む竜者が、農夫に対して、池に沈む鉄を覗いてくれるよう頼み、その例として、井戸の水を備えて祈れば、幸運を約束したという伝承があり、実際に、かつて干ばつの際には、休祈願が行われていたという。一方、庭井は、説明書図へにも見え、大寄ら神社の鎮座地一帯の地名もこれに、由来するが、こちらは現在は埋没して、 石踏みが残るのみとなっている。境内には、抹茶数社が神座する。第伊良神社には、明治40年11月1日に、近隣の草津大都市神社、阿鼻子神社、八つの太姫神社、山内神社、道祖神社の5社が合祀されている。この内ち次の草津大都市神社、八つの太姫神社の2社は、式内社になる。所在地交通アクセス。 周辺原点失点文献サイト、ありがとうございます。